メルセデス・ベンツ・バイオニックはダイムラー・クライスラー社参加のメルセデス・ベンツにより製作されたコンセプトカーである。この車は2005年にワシントン DC で開催されたダイムラー・クライスラー・イノベーション・シンポジウムで初めて披露された。バイオニックは南ハコフグを模したボディ形態を有し、SCR 技術により窒素酸化物を80%低減している。バイオニックは 出力 103kW のダイレクトインジェクションディーゼルエンジンにより約 3.36L100km の燃費を実現している。このエンジンは 1600rpm の回転数で140馬力の出力と221フィート LBF 以上のトルクを発揮する。バイオニックの性能は0から60マイル、時の加速に8秒。最高速度は 時速1 9 0キロメートル強である。外装デザインはサンゴ礁に生息する熱帯魚の南ハコフグを模している。胴体形状の低い抵抗係数と外骨格の強固さにより、メルセデス・ベンツはこの魚をバイオニックの造形の手本とすることにし、これがこの車の特徴ある外形に影響を与えた。その他には後輪ホイールに 部分的にプラスチックが使用されていることがこの車の軽量さを示している。メルセデスベンツはこの車の抵抗係数をそれまで量産者として最低の値である GMEV1 の0.195よりも低い0.19と発表している。バイオニックは EV1 よりもはるかに広い室内空間を有している一方でバイオニックのより大きな全面投影面積により 全体的な空力性能は EV-1 の方が良好である。ありがとうございます。